はい、酒好きな、新潟人のユッキーでーす。はい、今はですね、静岡県の、なんだっけ、ラブホテルですね、こちら。はい、ラブホテルに、一人で来ております。でですね、まあ、これから、まあ、酒をね、こちらで、酒動画ということで撮りたいと思います。はい。まあ、今はちょっとハイサワーのね、を飲んでたんですが、まあ、これではなくてですね、よいしょ。まあ、ここのね、まあ、なぜ静岡にいるというのはね、かというのは、まあ、置いといてですね。ちょっといろいろ事情がありまして。はい、今回、はですね、こちら、タカラの、柔らかお茶割りです。こちらまだ飲んでなかったと思うんです。で、まあ、そこら辺のコンビニかどっかで売ってたんで、買いました。アルコール度数 4%。一番緑茶の風味がそのまま楽しめる焼酎の緑茶割りです。お食事にまたはお風呂上がりに手軽にお楽しみいただけます。容量が 335ml。原材料が焼酎と、緑茶。過去一番緑茶 20% と、ビタミン C です。宝酒造です。香料と着色料不使用です。となってます。よし。それでは、飲んでいきたいと思います。まあ、本当はですね、まあ、まあ、ラブホテルに一人でいるっていうのはなぜ、まあ、ただ単にビジネスホテルが高かったから。ラブホテルのね、倍ぐらいすんだよ。ここね、あれなんですよ。安いんだよ。平日なんですけど、宿泊、15時から12時、翌12時で。ほら、5400円、安いだろ。すごくない？これ安くね？でね、こちらがですね、冬はやっぱり熱々なんで、これ500円なんですけど、これ先ほど食べたんですが、むちゃくちゃうまい。上に量が多くて、すごい。麺入りご飯付きって書いてあって、これさらにあれなんですよ。生卵までついてる。すごい。これをですね、動画に映そうと思ったんですけど。まあいいや。それでは乾杯。緑茶割り、うん、世界仰天ニュース面白いよね。ああ、なるほどね。うん、まあ普通に緑茶です。緑茶割りです。うん、ちょっとね、4%、アルコール度数 4% だからか、ちょっと少ない気がする。うん、でもね、一人でラブホっていうのは、ね、なかなかね、あれです。なかなかないです。ちょっと緑茶が強すぎるの。焼酎が。
もうちょっと入れた方がいい気がする。よし、何勾配食べよう。つまみです。梅干し大好きなんで、南高梅とかめちゃくちゃうまいな。うまっ。うん、うん、うめ。うまい。まあこれはこの緑茶割りはね、正直あれだね、微妙。緑茶の味が強すぎるというより、焼酎が 4% って微妙だな。タカラにしてはちょっと弱いよね。7% ぐらい欲しかったな。ちょっとしょっぱくないな、この梅干し。これは梅干しのここにね、8% とかね、塩分が書いてあるんですけど、個人的に 10% ぐらいはがいいね。ちょっと 8% はしょっぱくないな。やっぱ世界仰天ニュース面白いな、マジで。これ。まあ、ラブホはね、まあ、何度か来たことあるんですけど、一人で来た時はないですね。多分。でもラブホは泊まるにしろ安いんだよな。ビジネスホテル1万ぐらいするもん。高いよね。ラブホだったら5000円ぐらいするの。なんでこんな安いんだろう。わかんねえな。なんでこんな安いんだろう。娘ではない。
まあこれはこの緑茶割りはあれだな、二つ星だな。ということで、お疲れ様でした。二つ星ね。お疲れ。